今のように長いボール縦に入れても、さあどうか、押したり押したりシュート、ゴール、押したり今日も決めた、1対0、アジアの岡山先生、今月23日に長男が生まれたばかり、父親としての最初の仕事のボールです。いや一発だったですね。そうですね、カウンター。もう本当一人で行きましたからね、シュートも本当にあの左の隅しかなかった、このパス一本です。そうですね、もちろん赤嶺選手は競り勝って、はい、冷静に運んでこの左の隅へのシュート。